それでは大阪護国神社境内本殿前に奉納されてあります子どもたちが掲げた絵、これをもう一度一個一個ね投稿していきたいと思います。これが幼稚園の子どもたちが低学年の幼稚園の子どもたちがね描いて奉納している絵なんですね。本当にねこの幼稚園の子どもたち、このようにしてね子ども絵画コンクールと書いてあるんですが、ここにね子どもたちがこの護国神社のために奉納したと言われるねこの絵、本当にね心がこもって魂がこもっていると思いませんかね。これが小学生、ね、の子どもたちが描いた絵なんですね。本当に心がこもっているでしょう、ね、私たち、ね、大人ではなかなかね想像もつかないような子どもたちの目線ですね。で、この幼稚園の子どもたちが描いた、ね、この絵、これがね、本当にのこの国旗というね、題名で描かれているね、この国旗が一番上に書いてある、ね、掲げてある、ね、そしてこの絵もそうですね、両方に太陽のもとに国旗ですね。このようにしてね護国神社には国旗とともにというねこの鳥居と国旗ですね、これは小学1年生の女の子のね玉串としてこの魂を捧げているね、これは橿原神宮と私と書いてありますね。ということはこの子どもさんはおそらく奈良県の橿原神宮の近くに住んでいる子どもではないかなと思われますね。そしてこの上の方ね、これがね小学生の描いた絵となってありますね。さあ本当にね見事に描かれていますね。どの一つ一つのねこの慰霊の魂のもとにこのしてこのようにしてね書いてある、本当に言葉はいらないほど本当に心が込めていると思いませんかね。本当に見事なもんですね。一つ一つにねこの題目がね題目が書いてあるんですね。岩の階段、かわいい鹿、ね、しかしこの中には必ず鳥居が書いてありますね。年長さんですね。でこれお米を運ぶ鹿さん、ね、この鳥居の中でねこれお米を運ぶ鹿さんというね未来の神社、ね、このような題目がついていますね。そして新緑、ね、森の中にね、神社があるということがよくねこれ掲載されていますね。そして一つ一つにね心のこもった地球を守る神社というのがねありますね。これが小学4年生ね。そして私たちの氏神様と書いてありますね。本当にねこれ見事なもんでしょうね。何度見てもね本当にこれでねこの護国神社の慰霊祭、この絵だけでもね本当に御霊に捧げられる絵としてね立派な御供になるんじゃないかなと思うんですね。これがね高校生ね描かれたみんなで描いた絵馬らしいんですね。
これ何人かでおそらくね、本当に立派に書かれていますね。そしてこの題名が22世紀というね、題名で神社ですね、必ず神社を本殿としてね、このように書かれていますね。そしてあの夫婦岩ですかね、この夫婦岩ね、いつまでも仲良くね、これが小学5年生の絵とは思われませんね。そしてこちらにね、書かれている本殿ね、回って、そしてここですね、涼しさなかりけりということは、今のね、日本の夏を憂う句が書かれていますね。これね、滝風につぐる涼しさなかりけり、ね、滝のその下にいる、ね、風は本当にね、涼しさがね、もう何とも言えない涼しさである。しかし今その私たちのこの町の中にはそれがなかりけり、涼しさなかりけりね、そう、これに勝るものはない、滝の下の風にね、勝るものはない。おそらくこの人はね、滝のあるところといったらね、あの岩神神社、日本の最高の神社といわれる岩の神神社ですかね、奈良県にありますね、ここにの滝があるんですね。その滝のことをよくご存知の人が書かれたんじゃないかなって思いますね。このようにしてね、お盆にふさわしいね、この絵、本当にね、これ尼寺の庭にほのめく伊藤売りかな、ね、これはね、伊藤売りというのはヘチマですね。尼寺の庭にほのめくヘチマかなというんでしょうね。このようにしてね、七夕の中にね、書いてありますね。さあ、そしてこのお祭りですね、の絵ね、ね、走りして昭和の話止めどなくね、このように、これはね、おそらくこの昭和時代のね、話、戦争の話ね、これは尽きないという意味でね、このように書かれているんでしょうね。さあ、これが本日8月の14日この境内からね、このようにお伝えしてきました。